田原城は、河地国の山和国との境界付近に建てられた、戦国時代の日本の城である。築城者は、田原城の将官であった田原津島上で、戦国時代には、機内の支配者となった三好長慶に属し、田原城も、永禄三年以降は、長慶の居城とされた、飯森山城の市場として機能したと言われる。また、田原城より北に、 元の館があったとも言われている。田原津島守は一説には松永久秀の悲観であったという。三好氏の没落とともに田原城も廃城とされた。田原城については残されている資料は少ない。田原津島守は付近に存在した千光寺を代々の菩提寺としたと伝えられ、寺跡の発掘調査で、 田原氏の墓所と考えられる遺構も検出されている。現在では近辺の月仙寺にその位牌が伝えられている。月仙寺の墓地には田原氏の墓碑とされる五輪塔も現存する。最後の上司はキリシタンとなり、洗礼名はレーマンといったことがルイス・フロイスの所簡からわかる。また2002年に行われた先行寺跡の発掘調査では、 十字架及びイエズス会を示すエイジマークのもとに天正9年間の富、礼旗、8月7日と刻まれたレーマンの墓碑が出土した。日本最古のキリシタン墓碑であり、かつ遺跡からの出土資料と文献上の人物とが一致した貴重な例として大阪府の有形文化財に指定された。ありがとうございます。